恋愛感情なんてないけど、まあ、今にしてまたこれを語れるということは私は嬉しいです。はじめとしの実家へ訪ねてくれまして、そこで初めて会って、まあね、親もいますしね、もう自然体だったんです。わはわは笑ったりね、で亡くなった時のいきさつを話したり、親にその戦時中のことを話したり、あっちの言葉で「あげですわ」なんて言ってね、東京弁らしい、全然そういう忌憚な格好は一切ないところが私良かったんです。で、まあご縁とはこういうもんだなと思って、で向こうもどう思ったのか、でもすぐ3日4日後には結婚式、なんていうか私は恋愛感情なんてないけど、まあ生きることは考えてましたがね、ああこの人間とやっていくんであればと、私は安心したような、今にして思えばそう思ってね、ひたすらついていったんです。でご飯もどっかから「あんたこれ飲んで食べ物持ってきて」あっちも遠慮して。で徐々にまあ親しみを覚えて、でこっち来たら赤貧洗うがごときですけども、それも普通じゃなかったですね。明るいし、一生懸命描いてましたからね、売れないファッション漫画を。だけど私は本当嬉しくて一生懸命手伝いました。でやらせてみたら、あ、いけそうだ、やってくれ、何でも手伝いましたよ。締め切り間際になると気合が入るんです。でやっと仕上がるともうフラフラです。で私は届けに行ったんです。で私は初めに画用紙があると、そこへ6コマとか8コマの元に切りで穴開けるんです。それからそれ外して、それに沿って鉛筆で枠線引くとそこへ書くんですね。で私は今度仕上げの枠線をきちっと引いて、私はね、好きだから上手だったら、あ、これはいける、やってくれ、だとき私は嬉しくてね、力になることができると思って、私は一生懸命手伝ったんです。それから黒って書いてあれば、黒いとこベタに黒ベタで塗って、それから布団の模様が点々って言えばずっとぼかしてね、点々で、今も思い出し、昔のだいぶ手伝ってます。本当に集中して、今にしてまたこれを語れるということは私は嬉しいです。私も後ろ姿に圧倒されてね、そこでもう、ああ後ろをついていくんだと自然に思ってしまってますよ。ああこういう人間もあるのかと思うぐらいね、体はもう全然暑くなきゃ寒くなきゃいいで、夜はズボン下だけで自転車で歩いて、おまわりさんに何度か注意され、頭冷やしてくるからって自転車で片手でこうしながら、あと自転車一回りしたりして、かなり距離あります。多摩霊園なんかとね、なんかその辺りで霊気を感じてよかったのかね。でそこの辺り入ったら、夜出る道が、今は街灯があるらしいですけど、これ出る道が試行錯誤して、やっと夜が明けかけて、ああこっち側にしか日が、やっと抜け出て帰ったり、その時もそれでなんか妖怪の世界だか墓場の世界なんかを感じながら歩いたんじゃないかと思って、戦争で皆さん亡くなられたところを生きながら会って帰って、ここへ来て一緒にお父さん話して、本当に未だにね、いるような気がすることがしばしばあるんですよ。